心を落ち着かせて耳を澄ますんだ。もしかしたらもう一度コウマ大生の声を捉えられるかもしれない。いざ。声がはっきり聞こえるようになった。ここもそうか。あ、そう。じゃあここで何を経験し、もし500年前の崩壊で死んだのも、奴はなぜまたここに現れ、あの指紋できるものが持つのか。声がより鮮明に聞こえるようになった。おそらくこの辺りだ。コウマ大生、聞こえるか。エンヒだ。旅人と共にあなたを探している。旅人、エンヒ。よし、うまくいった。そちらの状況はどうなっている。あれなら問題ない。よく聞いてくれ。この空間は錯綜し混沌としている。私たちは同じ空間にいない可能性がある。だが音であれば稀に飛び越えることができるようだ。つまり別々に分かたれた空間が交差する瞬間があるということだ。我がいる場所は一切が混沌に満ちている。いいな。夜叉の身に宿る汚れは人間にとって有害だ。いや、その危険を上回るほどに今の状況は切迫しているんだ。この空間は仲間を探そうとする心理を利用し罠を作り出してくる。あなたが一緒にいなければ、あなたを探そうとする私たちは常に危険な状況に身を置き続けることになるんだ。お前たちも危機に遭遇したと。我のことは探さなくていい。私たちはあなたが心配なんだ。先ほども旅人が罠にかかって危険な部屋に入ってしまった。どうやって交流する。コウマ大生、私たちの声がどこから聞こえるか探してくれ。最も鮮明に聞こえるところを見つけて、そこで何かすればうまくいくかもしれない。そうか。混沌ゆえに交錯する空間、何かをすれば。なるほど。急いでくれ。この機を逃せば次はないかもしれない。下がれ。とにかく彼を拠点へ。これでお互いを見失わずに進め。あら、こちらもいろいろなことが起きた。しかしこれは私たちの安全のためだけではない。怪我をしているあなたを放っておくわけにはいかないだろう。たかが怪我だ。大したことはない。それに足を引っ張るのはごめんだ。足を引っ張るなどと思っていない。みんなあなたを必要としているんだ。私たちのためだと思ってここに残ってくれないか。わかった。怪我をしているのですからひとまず休んでください。他のことはまた後にしましょう。
そう、やはり簡単なことではなかったのね。あら、旅人。うん、ちょうどいい。話したいことがあったんだ。私もこの空間そのものに狙われているような、そんな感じがしていたの。でもそれを逆手に取るなんて、さすが縁起ね。時間と空間が錯綜しているという事実は先ほどの試みで確認が取れた。となればこの空間が生み出す罠に警戒する必要がある。コーマ体制も見つかったことだし、あとは出口を探すのみか。さっきもう一度秘境を探索してみたの。新しい道を見つけることはできなかったけど、多少収穫はあったわ。私の一族は代々砲術の修練を積んでいてね、かつて一族の人間のみが使える砲器を発明したんだけど、実はあの秘境でそれと似たものを見たのよ。残念ながら近づいた途端に跡形もなく消えてしまったけれど、おそらくね。けどそれを判断するのは難しいわ。私も断言はできない。でもあれが何かを知っているのはこの中では私だけよ。つまりこの空間は本当に私たちの心を読んでいるってことね。あの門もそうだった。まるで生きているかのように私たちを試している感じがした。人の心を読み、それを現実に作り出す。全ては私たちの警戒心を緩め疲弊させるために。ただ仮にそうだとしても、その最終的な目的は何なのかしら。死ぬまで私たちをここに閉じ込めるため？最悪の事態に備えつつ諦めずに行動しよう。双眼巨炎に秘密が隠されているのは知っていたけれど、このようなことは七星でさえ聞いたことないと思うわ。そういえばイエラン、最初に外で会った時仕事があると言っていたが、あれは何の仕事だったんだ？私はカーン・ルイヤの魔獣が侵入した時の真実を探しているの。ここからの話は全て他言無用よ。決して他の人に話さないこと。さもなければ。ああ、重々承知している。500年前のことよ。カーン・ルイヤから来た漆黒の獣たちにテイワット大陸の七国が襲われたの。当然リーユエもその被害を免れなかったわ。元王帝君の命により戦艦軍は陣を敷き、死闘を繰り広げると戦線を双眼巨炎近郊で食い止めた。ただ何者かが機を見計らって魔獣を引き離したの。それにより膠着していた戦況はこちらが有利となった。最終的にこの戦いに勝利したのはリーユエ人だったわ。けど帰らぬ人となってしまった者も大勢いた。私の先祖にその戦いに参加した人が2人いるの。でも生きて帰ってこれた方は正気を失い、おかしくなってしまった。今の七星もこれについてはほとんど知らないはずよ。当時双眼巨炎から生きて帰れた人はごくわずか。真実を知りたければ機会を待つしかない状況だった。双眼巨炎の周囲の封鎖が解かれたあの日、私は当時の真相を探るためこの地への移動を申請したわ。だけど私たちが今いるこの場所、これから直面するかもしれない危険は私の想像を全て上回るほど恐ろしいものだった。うん。でも諦めてはいけないわ。今の私たちにとって生きて帰ることこそが最優先にすべきことだもの。
どうしたの？急に黙り込むなんて普段の君らしくないわね。し、話は後だ。今これまでの手がかりをまとめているところだ。突破口は私が見落としてしまった細部に隠れているかもしれない。だから一から見直さないと。じゃあ。ああ、心配はいらない。お前が言った内容は紙に記録しないから。そうじゃなくて、つまりそのことについて考えるなら私も混ぜてちょうだい。あまり旗色が良くないようだな。まだ天気は訪れないということか。大丈夫だ。具体的に何が起きたのかは私に教えなくていい。たまに親分を羨ましく思うよ。なあ牛尾、このチビスケ眠ってんだよな。どんな夢見てんだろうな。普段は一世のいいチビだが、こんな風に元気がなくなることもあんだな。かわいそうに。それにあのあんちゃんもだいぶ弱ってるみてえだ。二人とも心配だな。俺様が牢屋にいる時もこんな感じで寝てるって。冗談はよせって。俺様の寝姿は世界で一番かっこいいに決まってんだろ。お、旅人か。ったく、いつからいたんだよ。